いや、そのレッスン終わった後に、リバティエイジのね、デザインをね、マネージャーさんと相談し,してて、ずっと <laughs>。ずっと考えてた。ちょっとレッスン上で。 こんばんばはそうダサミンでマジでマジで思いつかんどうしようど考えても考えてもあの「リバテージ」2.5期でコラボさせてもらうんですけどもうマジでどんだけ考えてもダサいのしか思いつかん。 私が「こんなのどうですかね?」って提案してもいや <laughs> いや渋る声しか返ってきませんでしたマネージャーさんと相談しててそうだから竜奈でさっきたんですえ本当ね久しぶりで2.5と3でレッスンしたの そう長めのレッスンめっちゃ久しぶりだった6時間レッスンしてきましたそういのがズミらしくていいのにいや <laughs> 逆にね振り切ってねめっちゃダサく振り切っちゃうありだけどねそういろいろ案が出たんですよそう私はでも渾身の出来だと思って提出したっていうか提案したものか 一般的な観点から見るとダサい <laughs> ダサいらしくっていまだに「えこれダサいの?」って思ううんダサいのかなこれと思いながらえティフぞティフ出演メンバー発表されましたね今回私も岡田あずみティフに出演するのでぜひティフ会いに来てくださいそう出演メンバーに入れてもらったので。 ィフに来て欲しいですねそう、グッズがね、まだね、いつからとかはね、全然あのー、発表されてないんですけど、そうリバティエイジさんと2 5機であのー、コラボが決まったので、それのね、ちょっとね、デザインをね、考えてます、今、頑張って。 そうマネさん,オッケーなんかでいっそう何個かいいのは決まったけどだからもうちょっとちょっと家で寝て考えてこようと思ってデザイン持ち帰りになりましたありがとうございますギフト2.59一番の飴女とくるくる言ってました当いやみんな飴女だよ2.59多分。<laughs> でもね雨女なんか雨女一番なんかな分からんけどそう雨女の気質はちょっとありますおありがとう今からそう福フ,フェスも福フ,フェス今年も出演させてもらえます嬉しい香川 香川フフェスそうでかいハート真ん中に書いたら <laughs> すごい棋士感うん我々きっとどんなデザインでも OK なのでイルメディア児さん的にというのがあるのかなんかねいや何でもいいんよデザイン的には何でもいいんだけどなんか セータ誕ティーとはちょっと違う。セータ誕ティーの方がまだ考えやすいかも。もう自分のファンの人が買ってくれる T シャツと思ってセータ誕ティーとか作れるから、逆にバカできちゃう。<laughs> どんだけダサくても、どんなデザインでも、まあセータ誕ティーだからってところあるんですけど、セータ誕ティーとはまたちょっと違うから、なんかこう、みんなも、 会場にも来てこれるし普段使いもできるしもしアズミンファンじゃない人が見てもあ可愛いなって普段使いできるようなでもアズミンらしさを消さないようなっていうところで考えるとめっちゃ難しくってそうアズミンらしさを入れつつ普段使いもできるようなみたいな感じのね。 そうそうって思って考えてたらなんかもうマジで浮かばないの <laughs> いやアイディアが <laughs> 本当に皆無でそうティフ f 二2.5期の4人で出演してぶりかな です、ね、でもきれいに出演してぶリとね楽しみティフおやすみなさいこんばんはそう生誕ティーはねもう思いっきりはっちゃけれるから多分私の生誕ティー楽しみに <laughs> もう自由な T シャツにしちゃう セータンティーはちょっとバカできちゃうけど。思いっきり。できちゃうけど。そう。そう、自分らしさを入れようと思うのが。む、めっちゃ難しくって、私らしさ入れようと思うと、なんか。そう、ダサくなるんです <laughs>。そう、うまく、なんか、おしゃれに私らしさを取り入れられない。 そう他のメンバーデザインえでも2.5期の中では相談はしてないなそれぞれに出すからねみんなうん個人で作ってるお嬉しいあぜおビジュアル家に来てくれなかなとっ,てってたてしいおっきいもんねあれねしかもねメッセージ好きだし ハス, <laughs> スメンがダサいって言わないで <laughs> ね感性がダサいんかな私うすうすでもそれは気づいてた私の感性ダサいかもってだから私ね振りとか作,んな作れないのあの振りダンスの振りとか 私の感性多分ダサいから <laughs> ダンスの振りとか自分で自作とかできない自信も自信持てないですそう,そうそうそうダサティーも好きだからねセンティ で生誕でもちゃんと <laughs> そんな生誕ティーねちゃんとみんなが来て恥ずかしくならないような生誕ティーではするよ <laughs> だけどそうアズミンらしさはいっぱい入れるかもうんうそろそ親しみやすさということで <laughs> めっちゃポジティブに捉えてくれとるそうかもそうそういうことにしとこうかなね応援ビジュアル大きいでしょそう結構大きいのあれうん初めてじゃないあのサイズのグッズ「ノアズミノーライフ」って海人は以前 T シャツ作ってレゼント。<laughs> <laughs> えいいじゃん逆に そういういの全然着れちゃうんだよな、ね、私そうどんだけダサいのでもで私がさ、うん、全然さここら辺にさ文字が入ってる T シャツとか全然着れるからさそういうの着てバスとかも乗れちゃうんですようん普通にお出かけはできないけどバスとかは乗れる そのそ外には出れるかなおしゃれなカフェにはちょっといけちゃうかな全然でもいけ,けちゃうんですよここら辺に文字が書いてあるような結構ダサめの T シャツでもでもその今日話してたマネージャーさんは結構シンプルなものばっかりを着るマネージャーさんで <laughs> もうマジで文字が入ってる T シャツなんか全然持ってないみたいな。 シンプルを愛しているみたいな人でだからそうあの着れないよみたいな <laughs> 普段使いできないよみたいな感じで私のダサダサさ加減とそうぶつかってました。 そうそうじゃけ話せば話すほどもうどうしようかってなって何がいいか分からんわーってなってたこんばんはまあねシンプルは間違いないそれは確かにシンプルはねミスがないから <laughs> そう着こなしちゃうからねって <laughs> モデルがいいのか <laughs> そっかどんなダサつゆを着てもやっぱり岡田あずみというモデルがいいから多分着れちゃうんだね <laughs> そうだよねこんばんはお嬉しい愛の重さいっぱい聞いてくれて嬉しい。 キッズモデル言わんでや。ねえ、ひどい。<laughs> ひどい。ひどい。キッズモデル言うたな。こんなに大人なのに。まあ、あんまり考えすぎま、考えすぎずに行こう。 ね再販もうそろそろ来るんじゃないかなと思うけどこんばんはそうだよサイズ2えもう昨日かな昨日マジでなんか私いつもよりも身長が小さく感じた縮んだかなと思った自分でなんか景色が小さかった 景色が低かった、いつもよりも。で、大丈夫13位、ゴリヒロさん。12位、ケイセティンさん。11位、ミワコウちゃん。10位、ラブリーフォーシッ4 6さん。9位、ヌシーさん。8位、メバルさん。7位、ヤチリンさん。6位、カギ37さ,さん。5位、ユゼキチさん。4位、イ山ヤムキチさん。3位、コイさん。2位、リオさん。そして1位は、トマネパパさん。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうね。ごめんね。に、短め。 になっちゃって今日も短めいっぱい明日はゆっくりゆっくり時間取って配信するねありがとうおやすみありがとうございましたバイバイおやすみんりんです